主演を務めます宅間孝之さんとヒロイン役を演じる今回初舞台となります入山杏奈さんに東京初日中を迎えての一言ご挨拶と感想をいただけますでしょうか。それでは入山さんからよろしくお願いします。はい、岸田鈴役をやらせていただいてます入山杏奈です。そしてですね、今日は果たし状を書いてきました果たし状です。ちょっと読ませてもらってもいいですか。果たし状、歴代の岸田鈴役を演じた先輩方へ。1、村川恵里さん。2、谷村美月さん。3、相武咲さん。ぜひ今回の歌姫見にいらしてください。先輩たちのハートぶち抜くぜよ。歌姫2016年版岸田鈴役入山杏奈。お前喧嘩売り言うわか。違いますよ。喧嘩上等みたいな感じだったけど大丈夫か、こんなこと言って。これ相武咲の咲間違ってねえか。嘘、本当だ本当だ。ここ映してもらわない方がいいんじゃないか。なかったことにしましょう。大丈夫です。あ、以上みたいです。はい、ありがとうございました。では宅間さんよろしくお願いします。はい、まあ、確かに取材の時から歴代の鈴を超えようという気で頑張っていこうと言って、まあ、初舞台は頑張っていこうみたいな話をしたんですけど、まさか本人からここまで、先輩たちに喧嘩を売るとは思わなかった。喧嘩じゃないです。喧嘩じゃないの。喧嘩じゃないです。これどう見ても喧嘩だよね。ね、こんなの後輩から言われたらどうですか、ミキちゃん。喧嘩をしてるんだなと思って。買おうかな。まさにそんな入山なんですが、まあ、初舞台はとはいえすごく頑張ってくれたんで、まあ、まさにでもね、先輩たちにも見に来てほしいという思いがあると思うんですけども、これ今回9年ぶりの再演ということになりまして、一応今回は僕が演じる島田太郎は最後にしようかという思いで、最後の決定版を作る思いで集まってもらったメンバーですし、その思いで今回作ってまいりましたので、ぜひとも今回の2016年版決定版の歌姫を一人でも多くの方に見に来ていただきたいなと思っております。本日は遠いこの池袋の地までわざわざ足を運びいただきまして、本当に皆様どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあ行こうか。はい、はい、便利な素敵な時代になったなって思います。皆さんに楽しんでいただけたら幸いです。はい、なんか、なんで僕が見えますか。この東京でですね、僕ロシア役の滝川英治なんですけども、滝川英治だけを見てください。僕だけを見てください。あなたのハートでよろしくお願いします。はい、東京初日ということで、今まで地方でも公演してきましたが、さらに気合を入れ直して頑張りたいと思っています。で、LINE ライブを見ていただいて、ぜひ生でも見ていただきたいと思います。はい、地方回ってきて、今地方に住まれている方もそのまた東京に足を運ばなくても見れるという状況なので、時間帯的にも、夕飯でも食べながらぜひ見ていただければなと思います。阿部寛です。この愛のあふれる、この物語を、まあ、超えない人も見れるということですごく嬉しく思います。はい、ジュリー咲穂です。全国の皆様に、見ていただけるということで、全国の皆さんのパワーをたくさんいただいて初日頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい、なかなか来れないようなちょっと遠い地方の方にも、見ていただければと思います。ただやっぱ生で見た方が、全然、伝わり方が違うと思いますので、試食程度で楽しんでいただければと思います。はい、試食ですか。あ、北谷隆です。皆さんおっしゃってるんですけれども、本当にこの歌姫は、2回見て本当また違った良さっていうのが出てですはい、良かった
いいところが出てくる、違った良さが出てくる作品だと思うので、本当に1回 LINE ライブで見て生で見に来てください。よろしくお願いいたします。あのシステムがよくわからないんですけども、あ、佐伯でございます。映るの日本全国今更聞くのもなんでございますけど、パソコンやったことないんだ。参ったな。とにかく映るのねまあじゃあ日本中どこでも見られるという。あ、そうですか。世界でも、まあタスマニアの人々によろしくお伝えします。坂井美希です。本当にこのライブの臨場感が LINE ライブでも伝わっていくんじゃないかと思っております。なかなかね、地方の方たちはライブをというか舞台を見に来られないと思うんですけれども、まあ、画面を通じてでもたくさん愛と切なさを感じていただければと思っております。はい、これ LINE ライブってあれですよね、いいねみたいなのをこうバーって、それはやっぱりこの僕たちがやってる時、僕逆に聞いてるのもなんですけど、やってるやつでもそうなっていくんですよね。画面に感想が、感想とかね、一緒ですよね。差し飯とかと、じゃあそのハートだからなんだかいいねみたいなのが、どんぐらい来たらどんなもんなんですかね。クロパスさんが詳しい。クロパスさん、あ、クロパスさん、差し飯この間お出来なんで、何万来た。1010万、何ハートみたいな。じゃあ差し飯史上最高だった。最高だった。それそこと貼るのもな。じゃあ1000万のハートいきましたら、入山が脱ぎますむ脱ぐらしいです、まあ、そう、あれですね。歌姫見た後はすごく優しい気持ちになれるので、世界中の人に見てもらって、みんなが優しい気持ちになってくれたらなって思います。はい、藤木隆です。舞台に立つのは本当に怖いんですけれども、たくまさんに1ヶ月間素晴らしい稽古をつけていただいたので、なんとか楽しんでこの舞台に行きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 LINE ライブは関係ありませんか。あ、加藤和子です。ハートのいいねがいっぱいつくように、で見たいけど見に来れない、でもここで見れるっていうのは、ぜひ皆さんに見ていただきたい、私たちの気持ちをお届けしてますから、たくさんいいねが来るように祈っております。自分が優れていると思うところですか。まあ、私を書いてるくらいですからね、まあ、自信がないと。そうですね、まあ、まあ、いろいろ難しいところではありますけれども、すずへの愛は負けてないと思います。以上ありがとうございます。入山何番ですか。まあ歴代版と比べるとっていうと、まあ、比べてっていうか、まあ、はい、今回彼女は初舞台だったんですけれども、そういう意味ではお芝居の、まあ、テレビの映画とかも含めてそこまでそんなに経験が豊富じゃないっていうところからいくと、まずほとんど真っさらな状態で今回入ったんですけれども、まあ、歴代の人たちに比べるとまず、まあ、ゼロというよりかマイナスからのスタートというか、そこからいくとですね、その伸びしろというか、まあ、本当に1ヶ月の稽古期間、ものすごい、まあ、本人努力したんじゃないかなと思うんですけれども、声も出ないし動けないしっていうところから、まあ、よくぞここまでっていうぐらい、多分まあ僕がとか周りの人たちがとかっていうことも多少あったとしても、やっぱ本人の努力というか本人がどこまでっていうのはやっぱり結果が全部伴ってくると思うんで、まあ実はこっそりカラオケボックスで声出す練習してたりとかですね、僕らが知らないところで、後から聞いたらいろいろやっていたという話を聞いて、
まあ、出演者一同ですね、そういうところがかなり初舞台ながら相当意気込み持ってやってることに、一役者としてもすごく、いろいろ気づかされるところも先輩職があったと思うんですけども、そういう意味では本当にその伸びしろというか、本当にマイナスからここまでっていう、前回の村川よりも初舞台だったんですけど、その前に朝ドラのヒロインでもう10ヶ月、映像の芝居やってますとか、まあ相葉咲さんにしろ水木さんにしろ今までもずっとやってますから、そういう意味では本当にゼロからようここまで来たなっていう部分では、冗談の時に、一番すごい伸びしろを持ってやってるんじゃないかなと思ってます。はい、初舞台なので本当に最初はとにかく不安とか緊張とか、まあ、怖いなっていう気持ちがすごい大きかったんですけど、まあ東京公演の前に地方公演も重ねてやってきて、なんか今なんだろうな、もう何が言いたいんだっけ、でも本当にそういう不安に打ち勝ってこの初舞台をちゃんといい形として残せたらなっていう思いはすごくあります。で、あと稽古で辛かったことは、毎朝筋トレがあって自主参加なんですけど、まあなんか自主参加なんですけど自主じゃないっていうか仲間強制的にお前は毎日来いって言われて、稽古前にで、それで毎朝本当にやって1ヶ月間みっちりやってた筋トレがすごく辛かったです。はいこんな感じで、あと何かありますか。周りの方、周りの方何かご指名していただければ。ものすごく注意されたことをきちっとメモに取り、そしてできない時にはちゃんと次の日にできるようにしてくるっていうのがものすごい努力家だなっていうふうに思いました。そしてすずから今までの歴代の家族より一番仲のいい家族を作りたいっていうメッセージももらったり、ものすごく彼女が発信してくることがたくさんあったので刺激になりました。なんか本当に最初の頃はものすごく不安だったんですよ。は、まあ、初舞台という意味でね、まず拓磨さんの話とダブるんですけど、いやそれはちょっとびっくりするぐらい変わりました。声の出し方から何から、これやっぱり演技指導のすごさといいますかね、まあそれに応える、まあアンナちゃんもすごいけど、自分の本当に娘のように思えて、もう今はちょっと涙なくしてはちょっと舞台自分立てないんですよ。いや本当にお客さんより一番俺が感動してる。それくらいもう可愛くて仕方がない。本当の娘だと思ってそういうに彼女がなってきたっていう感じですね。はい、ありがとうございます。お願いします。それではこれで日程フォトセッションを終わらせていただきます。キャストの皆様ありがとうございました。ありがとうございました。